韓国のアイドルは、韓国のエンターテインメント会社との契約によってて、あるいは、個人のレーベルによる、インディーアーティストとして活動する、韓国の音楽アーティストを指す属称である。一般的に、韓国のアイドルになる人物は、事務所へのオーディションへの参加、あるいはキャスティングによって練習生に選ばれることとなる。韓国のアイドルの育成システムの概念は、 SM エンターテインメントの創業者であるリ秀ヒデミツによって彼が提唱したカルチャーテクノロジーの一部として考案された。韓国のエンターテインメント会社が実施する世界各国でのグローバルオーディションには毎日練習生となることを目指す何百人もの候補者が参加している。オーディションには公開オーディションと非公開オーディションの二通りがある。また一部の練習生は外見や ポテンシャルなどを基準として、エンターテインメント会社の職員による街頭でのキャスティングなどを通して選ばれたものも存在する。オーディションの合格者及びキャスティングを受けた候補者は、エンターテインメント会社との長期契約を締結するが、年齢による制限などは存在しないため、かなり若い年齢でデビューを果たすことも珍しくない。練習期間は、 数ヶ月間から数年間にわたり、他の練習生たちと寮で生活しながら、それぞれ歌唱力、ダンス、韓国語などのレッスンを受ける。基本的には練習活動と並行して学校にも通学するが、一部の練習生は練習活動への専念のために学校を中退する場合もある。クイーン組の女性アイドルグループ、少女時代。2012年のウォールストリートジャーナルの調査によれば、 SM エンターテインメントが女性アイドルグループ少女時代のメンバーたち一人あたりのために費やした育成費は約300万ドルだった。SM エンターテインメントなどの大手エンターテインメント会社はスターを量産するためユニークな手法からしばしば向上と表現されることもある。こうした韓国の K-POP アイドルの育成システムだが欧米においては口実する問題点などから メディアの批判の的とされることも多い。エンターテインメント会社とアーティストとの契約については、あまりにも長期間で制限も厳しく、たとえ成功を収めても、収入の大半は事務所の元に入るといった契約内容を奴隷契約であるとみなす向きもあり、実際に一部のアーティストが所属事務所に対して訴訟を起こすといった事例も発生している。 DSP メディアのディレクターに当たる人物も事務所への報酬を差し引いた後にアーティストたちへ支払われる収入額はごくわずかであることを認めている。またアイドルグループのメンバーは年齢や音楽的傾向が問題になり始めた際には脱退し、その代わりに同じ事務所の練習生が新たなメンバーとして補充されるなど頻繁に入れ替わりを繰り返す傾向がある。 韓国のエンターテインメント企業はの多くは所属する練習生のトレーニングのためにブートキャンプを実施している。例えば SM エンターテインメントの場合は毎年世界9カ国から約30万人の応募者を獲得しておりソウルの江南地区には専用のトレーニング施設が存在する。SM エンターテインメントは ブランドとしてのバンドを市場に出した最初の会社とされ、アーティストの作品だけでなく、アーティスト自身の価値をも商品化するといったマーケティング戦略を取り入れた。この手法は、K-POP の海外での知名度の上昇と、韓流ブームの拡大をもたらし、国外のファンを増加させることに成功した。現在では、国内のファンダムのみでは十分な利益を得ることは、難しい状況にあるため、 アーティスト自身のブランディングは業界の収益源の中心であり、これは今日の K-POP 産業の明確な特徴となっている。ビッグバンのメンバーであり、ソロラッパー、作曲家、プロデューサーでもある G-Dragon は韓国のエンターテインメント業界で最も高い収入を得ている韓国のアイドルの一人とされる。韓国の国税庁によると2013年の K-POP アイドルの平均年間収入は4674万ウォンだった。これは2010年のフィギュアスケート選手の平均年収の2倍であり、これは近年の韓流ブームの世界的な広がりによるものである。収入向上位のアーティストはアルバムとコンサートの売り上げによって数百万ドルの年間収入を得ている。ビッグバンの G ドラゴンは2015年6月25日放送の SBS の人よの TV 芸能で作曲した楽曲の印税収入だけで約7.9億ウォンを得ていることを明らかにした。韓国のアイドルの中にはその世間での注目度の大きさから、左遷ファンと呼ばれる一部の過激なファンによる私生活の侵害を受けた経験を持つ者もいる。左遷ファンによるプライバシーの侵害行為には、ストーキング、両への隠しカメラの設置、 親戚の結婚式などの個人的なイベントへの押し掛け、物理的な攻撃などが含まれる。K-POP 業界全体には以前からアイドルの性的対象化に対する批判が存在しており、この問題は現代韓国社会における性役割の意識の強さに起因している。例えば MIT の K-POP は性役割をどのように反映しているのかと題した論文によれば、 実際の韓国人女性は、受動的でも従順でもないにもかかわらず、韓国社会では、受動的で従順な女性像のイメージが賛美される、文化があると述べられている。K-POP のミュージックビデオでは、経営戦略の一環として、女性のアイドルが露出度の高い衣装を着用し、挑発的に踊る、いわゆる、セクシー系のコンセプトが頻繁に描かれている。ありがとうございます。